義手四十七図鑑新独郎皇風館皇風元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤穂郎氏四十七市の一人。通称は新六、新独、新独郎遠方八年、赤穂藩市、相田光信の次男として正福に生まれる。兄に、相田光つ沖がいる。祖父以来、負けに伝わっていた、天竜剣術を父より学んだ。はじめ、 赤藩船奉行、里村津江門の養子に出されるが養父との折り合いが悪く、出奔して、浪人となり、秋元田島守の家臣、中戸又助たすに嫁いだ姉を頼って、江戸へ出た。元禄十四年三月十四日、藩主、浅野長則が、攻撃も入り、平義仲に、殿中で人情に及んだことで、長則は即日切腹、赤藩は、お取りぶしとなった。 甲風は、あだうちの偽名に、父と兄が加わっていることを知り、大石義尾二さんと偽名への参加を懇願したが、断られたため、堀部武経や奥田重森らを通じて重ねて願い出た、結果、許された。その後、甲風は、江戸へ下った父と兄と共に新興寺町四丁目、大屋七郎衛門店に潜伏し、ソマスを新六郎と名乗った。 元禄十五年十二月十四日、赤穂事件の打ち入りでは、裏門隊に属し、屋外で戦った。打ち入り後は、長と長府藩、猛立な元の麻布神屋敷にお預けとなる。元禄十六年二月三日、江戸幕府は赤穂老子に切腹を命じた。幸風は担当を手に取りや本当に切腹した。意外は、義兄の中戸を助に引き取られ、築地本願寺に葬られた。 切腹した四十六人の老子の中では唯一、千学寺に墓がない。去年二十四。改名は、貴神社区佐賀神寺。間神読は肌を二つ前に、美穂をはじめ、脇差しを取り、腹に突き立て僧々なり、お目付け衆のみ、およびも腹に突き立てたると見たもゆえに、おこびと目付を持って見せられ高所に、もはや桶にいる子を取り出しみ僧来は、腹に突き立て、 67寸ほど、今は思想牢なり、堀内家門を覚え書きに、紙かけて、千学寺が作用なことはないだろうと思ったが、事実であった胸の記述はあり、ありがとうございます。